デーナ・ジェームズ・イブランドは、アメリカ合衆国ワシントン州サーストン郡、オリンピア出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。2002年の MLB ドラフト16巡目で、ミルウォーキーブルワーズに入団。2005年7月16日のワシントンナショナルズ戦で、メジャーデビュー。2006年11月25日に、ジョニー・エストラーダラ3選手とのトレードで、 ダグデイビスラに選手と共にアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。2007年12月14日、ダンヘイレンらとの交換要員の一人として、オークランドアスレチックスへ移籍した。2008年は29試合に先発して、初の規定投球回数に到達、自己最多の急勝を記録した。2009年は、防御率7点台と不振に終わった。2010年2月6日に、 金銭トレードでトロントブルージェイズへ移籍した。スプリングトレーニング中のオープン戦で高騰して開幕ローテーション入りを果たしたが、防御率6点台と振るわず5月に25人枠を外れた。2010年6月1日にロナルド・ウビエドとのトレードでピッツバーグパイレーツに移籍した。しかし、パイレーツでは3試合に登板しただけでリーフとなった。11月6日に、 FA となった。2010年11月22日に、ロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結んだ。2011年のシーズン終盤に昇格し、5試合に先発して3勝2敗、防御率3.03だった。2011年12月8日にトレードで、ボルチモアオリオールズに移籍した。2012年10月17日に、FA となった。 2012年12月17日に韓国プロ野球のハンファイーグルスと契約した。2013年は主に先発として起用され6勝14敗で、ハンファが最下位に低迷したこともあり韓国プロ野球の最多敗戦投手となり、同年限りで自由契約となった。2014年2月18日にニューヨークメッツとマイナー契約を結んだ。開幕後は、 トリプル A 級ラスベガスフィフティィテワンズで12試合に登板し4勝1敗防御率3.91だった6月1日にメッツとメジャー契約を結んだオフに FA となった2015年に1月20日にボストンレッドソックスとマイナー契約を結ぶ6月5日に契約発起条項を行使して自由契約となり7日にアトランタブレーブスとマイナー契約を結ぶ 11日にメジャー契約となり25人枠入りする。10試合に登板指令賞いっぱい、防御率5.40の成績で、7月6日にリーフとなり、翌7日に FA となる。21日にオリオールズとマイナー契約を結んだが、9月16日に FA となる。11月には第1回 WBSC プレミア12に、 アメリカ合衆国代表として出場した。2015年12月18日にタンパベイレーズとマイナー契約を結んだ。2016年は開幕25人枠入りした。6月15日にィーフとなり、18日に40人枠を外れる形で、参加のトリプル a 級ダーラムブルズへ配属された。その後、6月28日に再びメジャー契約を、 結んで25人枠入りして4試合に登板したが、結果を残せず、7月6日に再度、リーフとなった。9月12日に3度目のメジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。度重なる契約と契約解除がありながら33試合に、リリーフ登板したが、防御率9.00ホイップ2.22、吉球率7.4と、大荒れの投球に終始した。 10月8日に FA となったが31日にマイナー契約で再契約した。2017年5月9日、メキシカンリーグのプエブラ・パロッツと契約。速球が平均89マイルパーワー程度と9位があまり、ない割には余し球率が高く、メジャーでは安定した成績を残せていない。ありがとうございます。